どうも富所です。年の瀬なんでしょうか、それとも明けましておめでとうございますなんでしょうか。ちょっとこのアップの日程は分かりませんが、本日も私が大好きな新日本プロレス、これまでのベストパートをですね、完全再現していこうかなということでございます。さあ本日、まあこれ完全再現できるかどうか分かりませんが、もう本当に胸が熱くなった試合、永田裕二 VS 鈴木みのる、こちら新日本プロレスファンの皆さんだったら、ね、もうご存知のカードだと思いますが、特にやはりですね、こちら、まあ、コロナ禍で無観客プロレスを、ね、されたこちら2020年の、ニュージャパンカップ2020、こちらね、新日本のシングル最強決定トーナメントを決めるですね大会でございます。そのニュージャパンカップ2020、1回戦で激突したこの戦いを完全再現、まあもう無観客なんですけど、無観客試合の設定できるかどうか分かんないんで、できないということで、これでですねちょっと熱い戦い繰り広げたいと思います。これはもうね、これは本当ね、コロナ禍でなかなかね、まあ、スポーツもエンタメもそうですけども、会場に足を運べない状況の中、この2人の、試合がですね、もう日本元気になれと、熱く刺激を与えてくれた試合でございます。さあ始まりました。この時ですね、このニュージャパンカップ、特にもうビンタ、エルボーのやり合いでですね、もう血だらけになりながら、このねおじさん2人がとにかく頑張ってったっていうね、この試合を、やだ、うわ、いいですね、いいですね、ミノルはやっぱり仕掛けてきます。さすが世界で一番性格の悪い男、ほら、いいですよ。もうね、永田さんもこれね、だいぶ、あ、出た、来いよら、うわ、来いよら、これはいい試合になるぞ。やばい、リングアウトで終わるだけは嫌だ。早くも狂気を使ってきましたね。そこの痛い、もうお互い殴り合いだったんですよこの頃ね。いいですよ、ギリかなり再現してますよ。よそう、うわあ、さすが鈴木みのる、とにかくね、男臭い試合でしたよ。もうとにかく感情のぶつかり合い、その戦いを私が今再現しております。さあいいぞ永田、いいぞ、そうだ、ゼアゼア、いいよ、そう、お、いいですね、いいですよ、まさにまさにこの殴り合い、よし、いいよ、ねえ、すごい派手な、それとも派手な技はありませんでしたけども、特に、うわあ、この無観客、あの時からまたこのね、鈴木みのるとこの永田さんの、永田裕二のですね、おじさん同士のこのね、熱い戦いが始まってるわけですよ。うわっ、よいよ、いい戦いです。出た、来ました、あ、いいですね、やー、いた、やばい、おい、喧嘩キックさせませんね、ミノルの、やっぱチョークスリーパー食らないように、いいよ、立て、言われてるぞ永田、言われてるぞ永田、そう、いいよ、いいね、いいですよ、
うわー全然違う。よいしょ、いいじゃないかね、もうこの、いやーいや本当にね、このコロナの時にこちらはね、6月かな、しかもこれね、確か対戦した当日鈴木みのりのねバースデーだった気がするんですよね。そんな中こんなに熱く試合をしていただいたという、うわー返された、いやー勝て、いいね、やばい疲れてる、やばい中田疲れてる、中田疲れてる、中田疲れてる間に、やばい疲れてる間に、やばい呼吸届いて、呼吸届いて、いいよいいよいいよ、よし、いや本当にね、あの新日本ワールドで皆さん見ていただきたいあの試合、もうプロレスとかそういうなんかスポーツを超えた戦いだった。でこの無観客が逆にこのね2人の男に集中するこの視線、見応えたっぷりだったんですよ。やられるぞ、オッケーぞ、裏取られて直線も気をつけて、おっと、あれ、投げられた、うわ、いいよいいよいいよ、いい試合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 、うわー返された、うわーやばい、だいぶよし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 、浴びせ蹴りは返された、よーい、いいよいいよ、煽ってきた煽ってきた、よいしょ、いいですよいいですよ、いやーミドルボン、鈴木ミドルボン、やっぱやべ、だけど鈴木ミドルってやっぱでも入場曲がね、まず入場シーンがかっこいいですけど、ああ決めに入ってるよ、決めに入ってるよ、ミノルが鈴木、決めに入ってるよ、さすがやばい、決めに入ってる、これ返さないと返さないと、やばい、うわー投げてかわして投げて、うわーやばい、男と男の熱い勝負、2022年になってもまだまだね、おじさん世代でも、いやなんだこれ全然当たんねえぞ、いやいいよいいよ、やばい返された、やばい、やばい連発されてる、永田のおっちゃん、永田のおっちゃん、まだまだ、そうよそうよそうよ、いいよいいよ、ゼア、いいね、ゼアゼア、いいよ、やばい、うわー立て、立つんだ、だ、まあ、当たり目で立つだろ、よーしゃ、いいですよ、さあどうだ、よし、あー、いい痛い、ゼアゼア、よし、うわーしゃ、来た、これはいよいよ、あー嘘だろ、うわ嘘だろ、やばいやばい、いやー立て永田、いやー、ここへ来て後半のここへ来て殴り合いだ、やばい、いやーやられた、よいしょやり返した、さあどうなる、どう、どっちが勝つんだ、いやー間違いやない、うわー負けた、負けてしまった、鈴木みのるが勝ってしまった、
いやー、なんだろう、このゲームなのに、本当にちょっと泣きそう。いやー、あと5試合ぐらいやろ、これ。というわけで、完全再現とはいきませんでした。当時はですね、永田さんが勝ったんですけども、はい、今回はですね、鈴木みのる VS 永田裕二ニュージャパンカップ2020無観客会場非公開のですね、1回戦、ちょっと再現してみました。本当にこの2人は、ね、もちろん新日本プロレス岡田和親、内藤哲也とね、井伏浩太と、スターがたくさんいますが、この2人が本当にね、新日本の土台作ってますよ。ぜひとも皆さん、この2人、2022年も注目していただきたいと思います。というわけで、富所のベストバウト完全再現のコーナーでした。ありがとうございました。